ちは、鈴川彩子です。したちです。本日はこちら、仮面ライダージオウのデラックス時空ドライバースペシャルなりきりセットとライドウォッチ2種類で遊んでみたいと思います。なんとね、20周年ですね。平成の仮面ライダーシリーズ、そう、新しく始まりました、仮面ライダージオウの、これがですね、早速出ました、変身で使う、時空ドライバーと、あといろいろライドウォッチも2種類ついてきて、あ、このあれもついてきますね、武器の、これが時間切れと、これさ、怖いやつをやってること、そうそうそう、もうチェッカーも見てるね、1話も2話も見てね、まあなんとなくね、ストーリーのこう流れっていうのも分かってきましたけれども、こちらがビルドライドウォッチですね。仮面ライダービルドにの力がこうね、使えるようになる、力を受け継ぐライドウォッチで、これが、これもなんか特典ですね、クローズライドウォッチ。このビルドと一緒に出てたクローズ、仮面ライダークローズのライドウォッチになってます。ね、開けてみましょう。ジュジュー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。今回の武器ね、面白いのが、今これ銃モードになってるけど、銃ってなってて、剣にするとね、剣ってなるんだよ、文字が。ほら、ちょっと先にやっちゃいましたけど、なんか色合いがすごくシンプルですね、今回ね、クリアでとてもかっこいいです。時空ドライバーなどに電池を入れました。できました、できました。ジオーライドウォッチのね、全体抜いてみます。お、結構長かった。そして、単品でね、遊べるみたいです。じゃあ、お、今やっと、ジオー、次はこれ、これ絵柄こっちね最初は、ライドウォッチで戦う時計のライダーは、時計って言った、ジオウだ。おお、今時計の、時計って言ったね。もう一回押してごらん。タイムマシーン。お、かっこいいですよね、なんかおしゃれな感じね、なんか原点に帰ったみたいな。このライダーとか顔についちゃうってすごいですね。で、ちょっとゲイツもやってみましょうか。ライドウォッチで戦う未来のライダー、未来のライダー、ゲイツ、うーん、すげー、タイムマッチーン。ラディナー、そうそうそう、おお未来のライダー、そうだよね、未来からね、大魔ジオンにさせないためにね、来たんだもんね。うん、そうだね、2068年、50年後から来てます。未来で、それがこの時は総合くんね、このジオンになって、時は総合、時はだよね、ね、同じ字だったわ、時はで、ちくわ、ん、ちく、ちく地区総具はいないね。なんで？なんでだ、たまたま時はだったんじゃない？これビルドです。ビルド、まずお顔こっちに合わせとこうか。お。フルボトルで変身する天才ライダーは。またね、またね。ビルド。すごい、ちゃんと特徴を、フルボトルで変身する。ライダーは今までのこの過去のね、ライダーが出る場合はこういう特徴を全部ちょっとなんかクイズみたいにね、貯めて言ってくれるんですね。楽しみだね。さあ、そしてこちらクローズでーす。ドラゴンの力で戦うビルドの相棒、燃える熱血ライダーはクローズ。おお、結構長ゼリフを、おー、長ゼリフも言ってくれます。なるほど、このクローズはちょっとその特典でね、ついてきたものなので、光ったりはしないですね。電池もこれだけは、自分で入れるタイプでした。時空ドライバーの電源ここにあります、下のところです。カチ、時空ドライバー、もう一回見る。お、なんか、なんか私からじゃちょっと今見えないんだけど、時空ドライバー、お、時空ドライバーってローマ字で出てる、すごい。さあ、
まずは、このね仮面2018の状態からカバーを右に90度回転させボタンを一度押します。はい、回転させてボタンを押します。おお、さあセットします。このまま横のままスライドさせてカチッ。おお、待機音、待機音が鳴って液晶画面の表示は矢印みたいになってる。そして傾けながら、ライダータイム、仮面ライダージを最初一回この傾けた時に0000になって、そこからこのジオになった2018年のライダーですよっていう2018が表示されました。お、時計みたいに回ってる、時計の針みたいに。でカチッとで、お、0000で、お、おー、2018、かっこいいね、これ。必殺技遊びが。こっちを押して、お、フィニッシュタイム。イエーイ。イエーイ。で、よし、よし、よし、うん。タイムブレイクってなんか出てましたね。これが必殺技遊びですね。そしてね、このねビルドの、ビルドライドウォッチでビルドアーマーにビルド、そして今度はこっち側ですね。カチッ。おー、またこれ回ってる回ってる。押して、よいしょ、カチッ。おお、やった。おお、おおおお、なんかすごかったよ今。テストマッチビールドで2017、すごいね。こっちもなんかすごい光ってたね。さあ、そしてこの状態でもね、このビルドアーマーになった状態でも、必殺技遊びできますが、今度はまずこっちのジオのライドウォッチのボタンを押して、そしてビルドのライドウォッチのボタンを押して、そして最後にこうドライバーのボタンを押して回すと。なるほどなるほど、1、2、3ですね。はい、1、そして2、そしてよいしょよいしょよいしょ、カチ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 、ほい。おお、ボルテックタイムブレイクと言ってました。おお、いやいや、ほんとこれすごい過去の楽しみだね。おいいじゃん、カチってなった。はい、これも保管しとくんじゃない？時計みたいね。時計。どっちも鳴らしてる。かっこいい。なんかもうごちゃごちゃ。トリガーを引くだけでこう何もねセットしてない状態でトリガーを引くと、そうそうそう、技ボタンを押します。1、そしてトリガーを引く。ギリギリギリそんなのないよ。ギリギリギリだって。途中でトリガー引いちゃうと違う技になるってよ。引いちゃおう。あれあれ、ぐちゃぐちゃ。これは超必殺技、必殺
技だってちっちゃい必殺技。フィニッシュタイム。フィニッシュタイム。でこれが必殺待機音。そしてトリガーを引く。トリガー。トリガー。うん。また。すごいちゃんとジオウギリギリスラッシュ、ジオウのギリギリスラッシュが出ました。これ悪いの何？結局回る時じゃない？フィニッシュタイム、フィニッシュタイム。そしてちゃんとゲイチってなってたね。ロック解除ボタン、あ、後ろですね。この緑を押します。お、これが通常の銃撃音ですね。いいよ。またカウントが4、3、2、1、0タイム。そして押す。スレスレ打ち。さっきはギリギリギリだったけど、今度スレスレ打ちになりました。ほい。さあ、そして鳥が引きます。え、またこう。おお、ジオスレスレシューティング。そしてそしてゲイツはフィニッシュタイム。ゲイツスレスレシューティング。あら、そう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 、気をつけて。そう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 。スレスレ打ち。今のでよかった。